もう一人デンマークに暮らす日本人を訪ねた画家中原芳樹さん。1986年に移住、コペンハーゲンを拠点に制作活動に励んでいる。共同アトリエで18名のさまざまな国のアーティストと共に活動している。また日本にも岐阜に古い民家を改造したアトリエを持ち、デンマークのアーティストたちに制作活動の場として提供している。15歳から絵を描き始め、以降独学で制作を続けてきた中原さんは、現在スポーツにおける人間の美しさをテーマにした新作を制作中である。日本と行き来を続けながら暮らす中原さん家族に両国の違いを聞いてみた。というか日本の社会制度とデンマークの社会制度が違うというところが恐らく一番大きなところで、まあその一つに言えるのがデンマークは福祉国家だというところでしょうかね。日本はちょっと、学校と偉いでも、なんか、いつも塾があって、遊びの時間はないけど、あんまり、もうちょっと、子供は遊んだらどうかな。奥さんのギテさんは、遠い存在だったオリエントの文化が、今では身近に感じられるようになったことが楽しいと語る。何点かの作品が自宅の居間に飾られていた。中原さんはこの秋、日本で個展を開く。